はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これね、5月人形を出しておりますけどもね、はい。もうね、そんな時期なんでね、うちの子供たちは男の子2人なんでね、毎年毎年出して、端午の節句をね、願うために出してます。はい、で今日のお話なんですけどもね、あのね、病気に関してこう患者さんというのはね、わからないことだらけなんです。しかしそれに対して先生は何も言ってくれなかったり、で患者側もそこまで追求しないことがあります。しかもそれが原因でね、治療が早く終わらなくなってしまうということだってあるんですよ。といってもね、治療が長引いたり遅れたりするわけではないんですけども、ただただ、まあ、あなたが思ってるよりも早く終わらせる可能性だってあるかもしれないんだよ、ということなんですよ。なので今日は、大きくくくって何でも先生に聞きましょう、というお話をしていきます。で、まあ、今日のね、病気のモデルは白血病ではなくてですね、腎臓病なんですけども病気の内容というよりもですね、大事になってくるのはそれについて何でも先生に聞こうぜというところですので、まあ、全く関係ない話ではありません。でね、まあこれまでこう感じてた先生に聞けばよかったという気持ちから、先生に聞いてよかったというものにね、変わることができますので、ぜひ今日のお話をね、参考にしてください。はい、ではね、お話を進めていきますけども、これまでもですね、何回か、僕は腎臓病、というか、腎臓ですね、腎臓についてお話ししてきたことがあります。なぜなら腎臓ってね、血液をきれいにする臓器だからなんですよ。全身をね、回った血液が腎臓に来て、ろ過装置の役割でこされて、綺麗になった血液はまた全身をこう巡っていってくれるんですよ。しかし、あのね、慢性的な腎臓病になると綺麗にろ過されなくなってしまって、綺麗になってない血液がまた全身を巡ってしまうの で、それに連鎖して他の臓器も悪くなっていく可能性が非常に大きいんです。まあね、聞くだけでなかなか怖そうだなって感じな病気ですよね。しかしね、これね、実はかなり進行しないと自覚症状が出にくい病気なので、病院などでね、あなたは慢性的な腎臓病ですと言われたけど、いや、まあ元気やし、もうこのお家しといたったらええんかなって考える患者さんがかなり多いんですよ。でもね、こうかなり進行しないと自覚症状が出にくいという病気ですので、自覚症状が出だしたらかなり進行しているということなんですよ。だから一回言われたらね、放置せずに相談しましょうということなんです。今相談したらね、でもね、人工透析をしましょうねとね、言われるので、きっと皆さんそれを心配されると思ってるんですよ。まあ、そうなんやろうけど、でもね、今そうでもないみたいなんです。まあ、そうでもないというか、そうでもないらしいんですけども、でもここでまた怖い話をしますと、透析をしてない慢性腎臓病の患者さんのね、死因っていうのがね、やっぱ心臓と脳のね、病気が多いらしいんですって。慢性腎臓病の患者さんが、まあこれから、これらの病気にね、心臓、脳の病気に罹患する可能性というのは、実は健康な人の約3倍多いという報告もあるんです。だからね、
あの慢性腎臓病、まあ慢性じゃなくても腎臓病と聞くとね、すぐ人工透析になるのとね、こう心配されがちなんですけども、慢性腎臓病の患者さんの中でも人工透析を受けている患者さんは全体の 2% ぐらいの程度の患者さんだそうなんです。いや、じゃあね、大半の腎臓病は、慢性腎臓病は大した病気じゃないんちゃうんでね、思ってしまうんですけども、それは違うんですよ。それは違うんです。あの、まあ、慢性腎臓病になるとね、心臓と脳との血管に大きな負担がかかってきます。心臓や脳のね、血管に負担がかかってくるということはですね、動脈硬化、糖尿病、高血圧などのね、生活習慣病っていうのがね、あるわけなんです。なんかね、その心臓の血管、脳の血管って言ったらね、もうパッとこう思い浮かぶ背景にはですね、動脈硬化、糖尿病、高血圧っていうのがね、いわゆるその先ほども言いましたように生活習慣病ですよ。それがあるわけなんですよ。で、慢性腎臓病の患者さんというのはね、健康な人に比べると約 30% もね、実は体のね、身体機能っていうのが低くなってくるというデータもあって、まあ、その結果将来ね、寝たきりになってしまう人が増えてるんです。で、先ほども、あの、必ずしも人工透析ではないとお話ししましたけども、なぜならそれは最近慢性腎臓病の患者さんに対してのアプローチとして、運動が推奨されてるんです、ね。なんでこんな笑ってるんでしょうね。まあでもね、あのね、運動って言いましたけども、患者さんの状態によってはですね、運動できないこともあるんですよ。でもね、まあそれにまあプラスしてですね、以前までは腎臓病とかも慢性腎臓病の患者さんは運動しちゃいけませんよとね、言われたんですけども、まあ、ここ最近ではね、その流れがね、ちょっと変わってきております。はい。だからってね、あの、慢性腎臓病やけど透析せんでいいし、あの、安心やわって考えるのではなくて、運動したらええやろって考えるわけではなくて、慢性腎臓病になったから人工透析を予防するためにこれからやれることをやっていきましょうというようにね、思うようにして、で、そのやり方を先生に事細かく聞いていくんですよ。ね、先ほど運動が推奨されていると僕はお話ししましたよね。病院の診察室でね、こう言われるんです。何々さん、適度な運動をしましょうってね、言われるんですよ。ね、足とかこうやって組みながらね、こうちょっと肩肘ついてね、運動ですよ、運動ってね、言われるんです。でもね、皆さん、適度ってわかります？わからないですよね。いや、わかってたらやってるし、そんな状態になってないじゃないですか。ね、わからないから誰もやってないだけなんです。なので、こと細かく先生に聞くんです。すいません、運動のね、ことを聞くんですよ、先生にね。そんなことって思いますけども、思ってると思いますけどもね、そんなことなんですよ。聞くんですよ。聞いたことないでしょ？ね、適度ってどの程度ですか？どれぐらいの運動量ですか？どんなメニューをすればいいんですか？腕立て伏せ、腹筋、背筋、ベンチプレス、デッドリフト、太極拳、ダンス、反復横跳びってね、聞いてみるんですよ、先生に。じゃあね、先生がね、患者さん自身の、プランを考えてくれるかもしれません。慢性腎臓病だけじゃなくてね、我々白血病患者でもですね、他の、運動をね、推奨した方が、運動をした方がいいよとされている患者さんね、ちょっと適度な運動しなさいって言われてる患者さんには、先生がちゃんとね、まあ、プランを考えてくれるかもしれませんし、知れませんし、なんならちょっとね、投げてじゃないけど、療法士さんとね、リハビリルームに行って療法士さんから教えてもらうことになるかもしれません。ちょっと大きい病院とかやったらね、
ジムがついてる病院とかあるじゃないですか。うちの近所にもねあるんですよけどもね、ここ10年20年ぐらい前にねちょっとね綺麗になってね、ジムがね、外からガラス張りになって見えてる、なんかこう綺麗なところになってる病院がねあるんですけどもね、まあ、そこにね、病気じゃなくてもそのジムに通うっていう人もね、近所の方はよう行ってはる方もたくさん多いんですけどもね、そこで、まあ、そういったところで療法士さんとリハビリルームに行って教えてもらえることになるかもしれません。だからね、細かく聞いてください。先生も絶対にね、いや人それぞれやから知りませんやんかってね、思った通りやりながらやって言わないはずです。そんなことは絶対に言わないと思いますのでね、聞いてみてください。そして、まあ、聞いたからにはやってくださいね。聞いたからにはやらなあかんわと思って聞かないのはダメですよ。運動療法が推奨されている人たちっていうのは運動がのやり方が知らないからやってないだけだと僕は思ってるんですよ。で、僕も今腕立て伏せ30回やってますけども、きっと30回もせんでいいと思うんですよね。毎日10回ぐらいでいいと思うんです。なんならこう筋肉体を動かすということをこう定期的にちゃんとやっていくということが大事だと思うんで、まあ無理難題を押し付けられるわけではないと思います。懸垂をね100回してこいってね言われるわけは絶対ないんで、ほんまに重量上げの300キロ上げてこい、うわーってやってこいって言われるわけではないんで、ね、先生に聞いてください。はい、そんな感じで何でも先生に聞いてみるというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。